けなくなってるから違うな。どこだあれ。マジ探す旅かこれ。簡単に見つかると思ってた。になったもん、もしかしてこの部分があるけど、これもしかしてこれを逆から取ったのか。近く、綺麗だね、この紅葉。落ちてきちゃってるけど、この紅葉めっちゃ綺麗よ。でもね、俺の探してるのは違うんですよ。これこれどこ、どこやんあれ。あれかな、特別配管の中なのかな、どっか。とりあえず一応全部歩いてみないと。この向こうを探してるんじゃないけど、あ、こっちなさそうだな。重要なの見つけた。重要なの見つけた。やった。どっかにあるよ。ほら、これだ。これだ。
ス駅だよ。今のところで行き止まりだもん。あとは見返り美人の入り口だ。あと竹林みたいなところ。もみじ飽きてきた。あ、雨やんだ。やんだやんだ。雨やんだ。やった。ちょっと降ってるか。こんなマニアックなとこなのに人結構いるな。愛徳寺。出口かな。大戦後ろ向いてる美人は探してないんだけど、後ろ向いてる美人が立った場所。この竹林はどこなんだろう。とりあえずこの大戦院ってやつ行ってみるわ。庭園があるらしい。いや、おばちゃん、ここはおばちゃんばっかだね。外人もいない。配管料400円。地味にボンボン取ってくれね。ここ竹林じゃない気がするな。いや、ここ竹林じゃない気がするけど、まあいいか。竹林を知りたいんだよね。一回調べていい？少々お待ちください亀入れなの。それは一人一人に説明するとめんどくさいんだけど、亀入れちゃんを押してたんです。昔ね。でそこからずっと来たいと思ってて来れなかった場所を今8年越しの卒業決まった後に訪れたメイキングの場所がこの大徳寺と南禅寺だったんですよ。雨降ってる。これからもっと強くなるみたいだけど、とりあえず今調べた竹林、こっちじゃない。聞いた方が早いね。確かに竹林調べたらすぐ出てきた。こっちじゃない。結構広いみたい。メイプル
東院っていうお寺の裏側って書いてあるから、高東院はこっちじゃないな。そう、あややの次にエリちゃんなんです。カバンが落ちてきちゃう。タカツをスタートさせたのはアヤヤなんだけど、アヤヤが活動しなくなってきて、推しが変わって、また卒業したのは亀井ちゃんの時なんです。複雑な。基本だから2人しか推してないんだけど。タカトウイってどれだ？これかな。雨がちょいちょい降ったり止んだりしてるけど、傘が差すのめんどいな。電波危ういな。結局でも振り返ったところの門もわかんない、どこだか。外出ちゃう。なんかいらっしゃい。ちょっとね、電波悪かったらごめんね。あ、ここに竹林あるよ。ちょっと待って。あれもさ、え、これかな。え、これどっから入んの。これっぽいな。これっぽい。完全にこれっぽい。これ入るんだろう。こっちじゃないの。ちょっとね、今探してるものがあって、この竹林似てるよね。いやでもこの場所がね、今俺多分入ってないんですよね。この竹林の中に入れるらしいんだけど、外から見て何しに来てんだってきっと思ってるかもしれないけど、意外とね、俺これ今日楽しみだったんですよ。この聖地巡礼的な、全く興味のない人たちが見てくれてると思うけど、まあ一応景色的には綺麗な場所だから、きっかけがどうあれ、まあ配信できるかなと思ってやってるんだけど、なんか竹林は有名みたいに、今大徳寺竹林でやったらすげえいっぱい出てきた。どっから入るのかわかんない。これが表が金取るやつです、多分。これヤンブンいらっしゃいって言ったっけ。あ、これ、え、これ入っ、どっから入んの。入れないみたい。こっちからは入れないみたい。待ってか、傘がうるさい。改修工事だって。竹林の中は入れないみたい、今。外から。2017年のブログで
結構電波悪いだ。京都ね、全般的に電波。悪いんだって。まあ、あれで、考えないと。これがどこかわかんないな、これが。まだ写真撮ってるやな、ジジビビ。ジジビビなねえや。どんだけ写真撮ってんだよ、しろよ。正門はどこかわかんないんだよ。やだな、傘を閉じたらまた雨が降ってきた、めっちゃ。傘を閉じたら雨が。ちょっとこの正門どこだか教えて。正門から入ってきたはずなんだけどな。正門から入ってきたはずだけど。工事中って書いてある。普通にここ取ればいいんじゃね普通にここ取ればいいんじゃないレベルだよね。じゃあ戻ろう。でもこの竹林の入り口だけ来れてもいいやん、十分。
よかった、違うとこ入らなくて。なんだよ、あの門が、門はどこなの、こっちから行ってみよう。こっちなんか、こっち道に出ちゃうんだ、ダメだ、道に出ちゃう。もう一個ちょっと行きたいところ、しんどい。まだまだくっついてるかな。竹林の中に入りたかったな。めっちゃカラスいるな、そこ。ダメだ、くたばっちゃったもん。くたばった。正門っていうか、広すぎて門がありすぎる。でも多分正門は俺入ってきてんだよね、入り口の。あの一番最初の配信したとこは。でもあそこ階段があんなになってなかったんだよな。とりあえず道に出る。やばこれ。蝶の竹林、やばいなここ。すごい色の車がある。好きな色だな。神社だ。あれ、神社行く途中になんかあるんだよな、お店が。結構しっかりした神社がある。
コートっぽい神社。調べますよ。写真撮っときますね。人がいるんだけしてる。外人がいっぱいいる。いやー、ここ人が多いから配信できないな。撮影してるからすげえ気まずい。
今日撮影してる湘南紅葉のところで。電波あんのかな。とりあえず戻らないと俺まだ入り口探してないんだよね。ここ見に来たかったんだけど。誰だか全然わかんないけど、テレビじゃない、なんかなんだろう、あれ、あのスナップ撮影みたいな。とりあえず大徳地に戻ろうか。一人前食べてこっか、せっかくだから。一人前。はい、お気に入り。朝来たらいただきますね。レシピどうぞ。はい、1枚お願いします。そうです、そうです。ありがとうございます。気をつけて。有名な名物の揚げ餅みたいなのお店。ありがとうございます。はい、行きましょう。はい、2人前でしたでしょうか。はい、2人前。1000円です。5000円お預かりいたします。うん、お返しが1、2、3、4000円ですね。駐車場の
お待ちどうさまです。はい、抜くうちにどうぞ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。500円頂戴いたし、お車ではなかったです。どうぞ、お二人様です。うちにも白味噌の団子みたい。このおにぎりもお願いします。ペロッといけちゃうくない。お部屋でもリス席でもおよろしいところへどうぞ。今お風呂をお持ちいたします。お二人様です。ありがとうございます。お気をつけに。なんかさ、言いづらい。配信中に会話できないと申し訳ないと思ってサクッと食っちゃった。北大通り、そっちさ、超遠い方だよ、それマジか。めっちゃうまい、あれ、ほんと。ここ来た人いたら今度食べて、絶対食べて。なんかね、あったかいお餅に焦げ目がついてて、なんかみたらしの白味噌っぽい味。みたらしよりも白味噌。あ、なんかお腹いっぱいになった。お昼ご飯だ。お昼ご飯は飾り屋さんの炙り餅と銀閣寺のいちごチョコ団子だ。ああ、人力車ね、なんかちょいちょいありますね。ちょいちょいある。ここにはないけどちょいちょいありますね。そうそう、炙り餅も食べてるんですよ。なんで俺が食べたかって、そりゃね、亀入りちゃんがあそこで食べてるんですよ。そういう旅も含めてるから今日。わざわざ探して。あれね、
あの子はちゃんとあのスタッフと一緒に部屋で食ってますけど、部屋混んでたからね。一応綺麗ね、一応綺麗。彼氏と来たかな、あの後。そうね、大徳寺のそのメイキング、メイキングの後にそのね、なんかそこで食べてるんだよ。でその後に川沿い行って、電波悪くなっちゃうけどいいか、川沿い行って最後の挨拶をするんだよね、ファンのみんなに。その川沿いもね、その飛ぶ亀の石もいっぱいあるんだよね、京都。どこだか分かんないんだよ、未だに分かんないから。こっからちょっとね、孤独の旅になるかもしれない。配信つけたらもうちょっと申し訳ないから、場所分かんないんだよね。鴨川デルタ周辺ってことしか分かんない。貴重な絨毯、ホテル京都平安。いや、なんか普通に駅前のビジネスホテルっていうか、なんか温泉付きホテルみたいな。もうすぐ京都タワーの近くです。でそこにチェックイン9時にしてあるから、その前に湯治に行きたいんだ。最終今日は湯治のライトアップの前に、その鴨川の亀を水の上で飲める、デルタ、ね、実際それね、ちょっとおたともさんから画像を借りたりしたんだけど、でもさ、画像見ただけじゃ俺分かんないんだよね。こっちの方に住んでないしさ、実際自分が行ったわけじゃないから、ちょっと最後にちょっと正門をで、小町さん見たの、それ見てんの、飛ばし YouTube 見てんの見てんでしょ、絶対。じゃないと分かるわけない。さすがやな、動画チェックまで。俺もなんか流し当時見てたから、あんまり記憶にないんですよね。だから最近ちょっと改めて、知り合いのブログから画像をもらったり、自分でもう一回 DVD 見たりしたんだけど、あ、ググったら出てきた。多分ね、鴨川ってことは分かるんだけど、なんか鴨川にはね、結構ああいう石でぴょんぴょん飛んでくやつが何種類もあるらしくて、もう川沿い総なめにしないと分かんない。それが俺今日これ、あの、おたかつのあれでは最後ですね。そこが。最後のもう目的。あの石に、石の上に乗って。あ、でも自撮りできないな。画像か。まあでも画像あるだけで十分ですよね。俺もその画像今持ってるんだけどさ。鴨川デルタ、こっから別にそんな遠くないんだけど、歩いてくる距離じゃないから、また多分バスかタクシー。どこにあんの、これの。画面ブレブレでごめんね、疲れてる。疲れると俺画面ブレブレになっちゃう。カメラ調べてきた。はっきりした場所はでも載ってなくない？鴨川デルタか鴨川公園か。ちなみにその多分出てきたブログ、俺の知り合いのブログもあるんだけど。
ってたと思うね。これめっちゃ綺麗やん。雨上がった、すごいついてる。こっちか、こっち行ってないの、もしかしてこっちかな。1分後ぐらいに行ってるよね、確か。鴨大橋、鴨大橋か。どこだろう。めっちゃ綺麗。寺に入っちゃう。これ超綺麗。これ違う寺に入っちゃうね。やっぱこっちじゃないわ。深い道沿いに入り口があるってこと？今さ、それだとしたら多分最初に言ったあの道に出ちゃうよって言った方がいい気がする。マジ？その人の名前なんてのか、それも俺の知り合いかもしれない。だいたい10年の旅してる人みんなだいたい多分知ってると思う名前。俺ね、1、2年しか亀井ちゃんのオタはやってないんだけど、1、2年しかやってないんですけど、実際はね。でもその妹に関わってたんで、妹に関わってたのは上の方だったので、強くしてないよ。そのね、妹絡みで企画をやった時に協力してくれたのがほとんどがお姉ちゃんの歌だから、お姉ちゃんが卒業した後に妹への企画をね、その元お姉ちゃんの歌に頼んだんで、まだ相当知ってる俺。これ多分来て、もうあるかも、そこに。それじゃね。こっち来てないわ。それか。とうとう、とうとう来たか。ゴールが。大徳寺制圧できる、これなら。したらちょっと鴨川に移動するんで。バス乗るから配信切るね。もしカメのやつあったら配信するけど、なかったらひたすらさまよってるわ。
夕方まで。夕方までなかったらもう当時に移動しちゃう。今日のメインは東寺っていうお寺、知ってると思うけど、五重塔があるとこ、あそこのライトアップ。ここでもこう階段が違くない、若干。あった階段来たかも、これ。ちょっと待って、来たかも。なんかちょっと違う気がする。ちょっと違う気がしない？もう一個下の段から撮ってるのか、もしかして。このアングル、なんか違うな。なんか違う。どういうことこれ。なんか、なんでこの斜めってんの、カメラ。こう。なんか違うね。なんか違うんだよね。何が違うんだよ。右からか。あ、分かった。こうか、こう。もうちょい後ろからか。ここら辺か。こういう感じ。惜しいな。まあ、とりあえず撮りますわ。ありがとう、教えてくれて。満足しました。ここで全制覇した。やったー。あとは、あ、バスは行っちゃった。バス行っちゃった。あの、同じポーズで撮ってもさ、撮ってくれる人がいないんですよ。暑い。あとは鴨川行って亀の上に乗ったらもうそっちのテーマは終了だ。鴨川橋ってやつを調べればいいの？鴨川と、いや、ああ、やっぱデルタのとこだ、これ。鴨川デルタだ。それ鴨川デルタって場所。3カ所に分かれてるとこ。やっぱそこなんだ。あ、じゃあ、ちょっと一回ここで配信来て調べて、ちょっと行ってみますね。鴨川デルタ着いたらまたやります。お疲れ様でした。鳥おつです。大徳寺でした。